皆さんこんにちは、川並浩平、ナミ平実行委員長です。2021年10月開催予定でした北区芸術ウィーク並びにジャズフェスティバルは残念ながら今回中止になることになりました。飛鳥山公園の予定地、この舞台ですねやる予定でしたけども、今回中止ということになりました。今日に至るまで、演奏家や専門家の皆さんに、たくさんインタビューをさせていただきました。非常に短い準備期間ではありましたけれども本当にたくさんの方々にご支援ご協力をいただくことができました。本当にありがとうございます。ご予定してくださっていた皆さん、また、気にかけてくださり応援していただいた方々誠に申し訳ございません。ではこれで終わりなのか、本当に終わりなのか。いえ、この企画は仲間を募りながら来年のジャズフェスへ向けて続けていこうと思っています。この実行委員長チャンネル屋号変えながらさらに方針を固め、いや方針を大胆に変え、大きく舵を取りチームとして新しいジャズの楽しみ方を皆さんにお届けできればと思っています。違い、テンションが少し上がってしまいましたけど、襟を正してですね改めて、これからまた来年向けて頑張っていきたいと思っております。またねどんなチームなのかについても、楽しくですね動画の中でお伝えできればいいなと思っておりますので、今後とも何卒応援よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。